皆さん、バイトからおはようございます。今日はちょっと今日の朝ごはん、皆さんに紹介したいと思います。今日は、今日の朝ごはんはこちらでございます。これちょっと眩しいね。眩しいっていうのは、なんていうの、眩しい、シラオロイニカメラにが行くシラオね。これは、バリ島の、人気がある、まあ、ケーキっていうかお菓子ですね。お菓子とビサリビラン、チャミランでもこれはちょっと有名なケーキですね。これはだいたい1個だと5000かな、5000ルピアです。で、これ一番好きなのは、これです。これは、スンピンと言いますね。バリ語だとスンピンです。これ今日の、朝ごはんです。じゃあ早速食べてみたいと思います。食べたい。こちらはね、こちらは彼女です。おいしい、おいしい、おいしい。どうですか味は。ままん、ままん、おいしい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 と言いましたね。じゃあ次は私が、食べてみます。まず、これですね。これは、なんていうの、これ、これなんていうの、アパナマニね。ラピス、ラピス、ね、ラピスまあ日本語で言うとラピスですね。インドネシア語だとラピスですかね。まあラピスっていうのは、なんでラピスっていう名前になってるのかわからないです。うん、これは甘いです。甘い、甘くてなんか、口に柔らかいです。これは多分日本人が好きな味だと思います。ただ日本人は甘い食べ物あんまり好きじゃないです。うん、でも、甘い食べ物好きな日本人もいます。うん、皆さんの朝ごはんは何ですか。はい、あれ、おいしい、おいしい。あとはコーヒーもあります。コーヒー、これ飲んでみます。おお、マンタ。これどこのコーヒー。コピーリマナグ、コピーマナグ、ベトナム。これは、ベトナムのコーヒーです。ベトナム、ベトナムです。このコーヒーは、彼女が、香港からだよね。香港から持ってきました。で、今日は初めて、飲んだんだけど、味は多分、なんていうの、あれは。ネスカフェ、ネスカフェと似てるかな。ちょっとネスカフェと似てるんだけど、なんか匂いがすごい、なんか美味しそうな匂いしています。じゃあもう一度飲んでみます。おお、マンタッパンね。次は、これなんていうの、これ、これなんていうんですかね。これもう少し、これナルト、ま、あ、ナルト、あ、ナルト、これナルトですね。日本だとナルトです。これは多分、バリ島のナルトですかね。ねえ、じゃあこれも食べてみます。あ、これもちょっと甘いね。な、甘いとマネし。甘い。まあそこまで甘くないんだけど、まあ美味しいですこれは。これも美味しい。うん。お、これ好きな味です。私が好きな味ですこれ。え、何とるの。お、アクアです、アクア。これあるんじゃない。あ、そっか、あれね。うん、あともう一個、これ食べてみます。これ何ていうの、スンピン。あ、ちょっと待ってね、これ全部食べてから話します。うん、満タン。
じゃあこれも、次、多分これが最後ですかね。これ最後で、あ、ちょっとね、これはなんていうの、バナナの葉っぱで、進んでいますけど、なんかちょっとこのね、葉っぱが汚いんだよね。ちょっと汚いけど、中身はどうだろうね。中身も汚いかな。ちょっとこれ開けてみよう。おう、多分美味しいね、これ。これ寸品だよね。これ寸品と言います。多分、みんなも分かると思うけどね。これは、バナナ寸品ですね。この中身、寸品が入っています。寸品じゃない。バナナが入っています。これも、食べてみます。うん。うん。これも美味しい。食べる？あ、これがバナナですね。見えるかな？うん。うん。美味しい。日本人だと、すぐ美味しいと言うんだよね。美味しくない時も美味しいと言う。それとちょっとおかしいよね。うん。はい、皆さん、じゃあ今日の朝ごはんはこんな感じです。皆さんの朝ごはんは何ですか？ちょっとコメントの方に書いてみてください。あとは、皆さんのところに、人気がある、ケーキですね、まあ、ケーキとかお菓子とか、何かあればちょっとコメントの方に、書いてみてください。先生ちょっと気になっててそれを知りたいです。ですからぜひコメントの方に書いてみてください。OK ね。じゃあまた次のビデオ、バイバイ、バイバイして。バイバイ、バイバイ。